か。あ、なんだクリリン、すっかり忘れてたブルマさんのこと。脅かすなよ。あ、そんな、フリーザだ。ガッ、カルさん、貴様ら一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。わあ。聞いてるんで。いやあ。許さんぞ。いやピッコロ連れてさっさと突き抜ける。早くしろご飯、俺の犠牲がちょっとでも残ってるうちに。は、はい。なんだあいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ、スーパーサイヤ人に。怒ったぞフリーザー。調子に乗るなサイヤ人。星は壊せてもたった一人の人間は壊せねえようだな。な、何者だ。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオー、チクシオー。終わりだフリーザー。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。しまった。抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。覚悟しろ。
フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。わあ、ダメクトンチェウ、このしつこいくたばり損ないめ。いいだろう、今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。やめだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。死に引っかかるぞ。いやうわうわうわくそー、待つんじゃねえ。スロースロー。やうわうわそんなわ、겁나잘만들었어。自業自得とはいえ、貴様らしくねえ、惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。そうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。
俺に殺されるべきなんだ！